さあ次、妹と恋しよう。姉塩じゃないんですね。俺芋の方ですかね。動きを見ればまあ誰だか分かってもらえると思いますが、さあ今回のキャラはビリーカーン、ジョン、キョウ、ビリー。ビリーカーンは意外となんかパオに相性良さそうな感じがパッとしたんですが、どうなんでしょう。順番の方は1と3なのでなかなか出会えることはなさそうですが、なかなか相性はいいかもしれません。ただ前転取るのを徹底しないときついかも結局そこですか。ビリーカーンはアッパーがちょっと腐ってるんで、ちょっと駒投げの射程外やったか。のびちゃんガンガン転がってますね。アッパーファイヤー。さあ前転は投げるしかないか、禁止で取るしかないか。横足、あと前足が強座相手になったが追加がしっかり入っていた。しかもヒットしてしまった。今醤油のブッパーを C 投げが勝ちましたねさあ投げ目できない、厳しいが急ダウン C。 さあビリカン大事に進めているが火力差や差し込み差が厳しいか。沖の禁止火災が返せない、うん、今何だったんですかね。厳しいカウンター出てましたね。当て身でもなさそうだし、そう当て身で、当て身らしいですね。当て身が負けましたね。ビリガンの発生4なのでちょっと遅いプールに入ります。きつい感じですね。隙は少ないのでそこは素晴らしい性能ですけど、下段も中段も取れると。アンディ強になってしまったらちょっと状況が苦しいか。たまらず弱音を出す。さあ中央、闇闇さんに巻き込まれる。高ダメージ、高ダメージですね。さあ透かし投げから斜めクイック活動からのマックス超レッパーを低めで拾う。フルヒットしたが相当のダメージ。ガクさんですね。と画面端 D9 からのめくりを後転で抜けられてしまった。厳しい。アンディがもうせっせとせっせしている。エンディエンシーストレイキを飛ぶしかなくなってますね。もうあの C 振られるときついですね。レッドやおっと、エンディはアンディの NC と同じくらい速いのでなんとか勝負になるか。さあ投げに行ったが向こうの投げ抜けコスリカの横の C に負けてしまった。ちょっと98っぽい攻防でしたね最後。 KF は毎年見られるか、この攻防よく見られる。投げたい方が投げられてしまう。ジョンフー1枚取り戻せるか。うつ伏せダウンからの置き攻めにしっかり対応している。レシピを持っているのか。変身変身ジョブンもバックステップダッシュだからの NC で攻める。疲れる。そうしっかり避けしゃがみ絵で反撃。ゲージを増やしたかったところか。さあだから体力は万全、まだ逆転できるか。この 3K をなんとか早いうちに処理したいところ。ダメージを食らないうちに。そう温存しましたね前 B。 3K なかなか早出しが多いんでしゃがみ機会もあるかと、うん、おっと投げのミスか。上り大ジャン C。 キングの視点から言うと結構足元はやっぱジョンフン来る攻撃が多いので AC 振りづらいんでどうしてもあのジャンプ D を通しちゃうんですね。割とジャンプ D や CD を気にとくぐって BA 前 B から ND だが構えになってしまった。残したゲージを有効に活用できた。さあまだいけるか。おお高いジャンプの A を取ったのか。トラップショット。おおいいセンスだ。さあ水 C を立った状態だったので食らってしまった。3K には中断になりますが体力を残せたジョンフン頑張れるか。さあ空中最高ボールで軌道を変える突進。奈落から繋がずに投げに。ジョンフン1本ですね。きついですね。ちょっと厳しい。ジャンプ D が嫌な角度で振ってくる。よくガードしましたね今ジョンフン。さあちょっと厳しいところ突進の先端を避けてしまい反撃ができない。さあ勝負の対局派がここら辺からダメージを取っていきたいところ。ノーマルジャンプ A。 わあ低め重ねができない。早いので間に合ってしまった。さあ20、19、時間がなくなってくる。どうするフェイトシーン。ちょっとゲージが少ないので今そのうち勝負じゃないときついですね。端に詰まり下 A で ヒットストップが長く。これありるんじゃないですかねワンチャン。最後の勝負浮かしてからの剣舞逆決まった。フェイトシーン浮かせて踏んづけて剣舞が決まりました。見事な逆転でした。いや
ゲージをよく来ましたね。残ってるのはジョジョさん、ジョジョさんと汚い対局下で勝利。はい、さすがジョンフン。あ、カッパさんが向かいましたか。はい、カッパさん。さあ次のプレイヤーは、あ、でもあれですか、まあいいんじゃない、どっち、スペクマさんとカッパさんどっちが出るのかな。カッパさんですか。のびちゃん悔しそうですね。かなり悔しそうですね、表情が。いやジョンフンの対局はさすがに汚いです。私って本当バカさんです。見事な技でした。私って本当バカさん。さあスタートで始めてください。逆転劇からここからフェイトシーン、どんなキャラを見せてくれるか。で重鎮98回の、いやバーサスの重鎮カッパ、今回もしっかりキャラを選んで、さあフェイトシーンキャラを戻してきました。イオリ強ジョン、一番アンディ対イオリ。イオリは速いのでアンディの牽制をかいくぐるのは悪くないはず。この相性はそこまで悪くはないはず。とショルダーを見て、最大でなくてなんかゲージダメコンボですか。いえ、ほぼ最大、飛びから入ってない分はちょっと下がりますが、ゲージを貯める感じで十分なコンボでした。さあアンディ側7割ぐらい奪われてしまった。どうする、端にいる今有効活用したい。さあ広いところ逃げられた。日和側も空対空勝ちにジャンプへ。ショルダンがうまい。どうした、壊し壊し。さあ壊しの有利が長い。ジャンプシーンがかぶる、厳しい。うわっ、できる。何を仕掛けたか、ダッシュショルダン仕掛ける気だったのか。カウンター、さあたまらず弱王2を出す。マイビーにカウンターヒット。いや打ち合いですね。いいですね打ち合いは。殴り合い、戦いの気温は格闘だ。キャラの性能などに頼ってはいけない。さあ禁止闇払い、ジャグだったが入らず。大闇払い流す流す。ジャグ今日闇払いだけ戦うか。今年の闇払いの性能はお世辞にも強いとは言えない。というか最弱の部類。ゼロ2系は弱いよね、残念すぎる。隙はでかい小さいの。と遠泳で落ち、歩き壊しが立ちに入る。98がでかすぎるだけなんじゃないの。むしろ血を這う飛び道具はやはりあれぐらいでないと。いやさあ2番手草薙京、ジャンプ B をしゃがむがコンボに行けず、ダイレットの上りに当たるシュート、空中ヒットで端の方へ運べる。さあカッパさんアイントリガーで、おっと繋がらないタイミングの毒髪の追加。だから反撃は安くするんだ。空振りにエンディを入れ、あーめくった。そうゲージは使わない、めくりから88式までつなげ、そのまま遠視。多分手で発動コンボを考えてたんだけど、相手の体力が思ったより少なくて発動行くのやめたって感じじゃないですか。そうですね、多分温存して霞戦に。そして霞へのコンボがちょっと楽しいところが、え、限定コンボあるの、使うのを躊躇させるか。限定コンボというか難易度が楽になるので簡単にいいコンボが入ります。一木様コンボというものもあるぐらいで、大パンコンボしか知らねえもん。大パンコンボは代表作でキャラを問わないのがいいところです。さあ先行に弱王に勝負をかける。しかしダッシュが足りない。さあフェイトシーン練習してください。あれはミスらないレベルのコンボです。カッパさんもなんかダッシュの反撃から下 B でしたけど、さあ発動中なのでパナシオニア行くからフォローが引く。そこからマックスロチアンギア入り相当なダメージ。さあ焦ってしまったが上りジャンプが出てしまい、無難な感じですね。ゲゲゲしてフェイトシンの勝利。次のプレイヤーははいはいはい、アキベスさんです。アキベスはわっちゃ。さあスタートして始めてください。キャラを変えるか。とこちらフェイトシーンはアンヘルを投入で、今情報が入ったんですけど、デチオが10分前にあの
こ 目覚めたというか気づいたらしいので、もう無理だってですね。ネチオが、ネチオさん遅い遅いですね。ちょっとさすがネチオさん落ち着いてますね。さあアンヘル対クーラー、今年はきついか。だいぶ無印はどうだったんですかこの組み合わせ。わかんないけど、無印は浮かされたら降りれないと考えていいと思います。クーラーは永久されやすい体質なんで、ほう、浮かされないための技は揃ってるんですが、あーいじめると、上半身胸キ愛知今年はあるのかすらちょっと怪しい。アッパーさんあるようです。今年も前転が小足で出せない。お互いすり抜けましたね。嫌なところおっと、目の前に降りたアンチェインからフィニッシュ前々へが当たる。さああれは毎年展開が早く強い。あーアンヘルが押している。早出しに小足小判、中堅の蹴出したヤンヘルになった。ここで取り返したいところ。前転に当たったが早めでツッコンボにならず。デチオさんがもう最近この1ピガのプレイヤーをもうベタ褒めしてましたよ。デチオさんが、デチオさんがものすごいベタ褒めしてます。さすがデチオさん。ちょっと今のは、今の相槌は適当でしたが、ガッツシーリバハイで出る自分で言ったよ。ガキャン、おーっとたまらず勝負をかける。逆バイツから2段目にスパキャンをかける。大バイツじゃないところを見ると相当アンヘル嫌いなんでしょうね。大からだとチェーンでないと密着では当たらないのが嫌なところです。チェーン出す跡がないので。そうなんですよね、大バイツだけだと死なないからどうしても殺したかったと。勝負でしたね。さあおかげで体力を温存して中堅戦に持ち込んだ。あー荒神との競り合いに負ける。連携にノーマルブラックアウトになってしまった。遅くて反撃されてしまう。さあここら辺で返しておきたいアキベス。3強の体力は割と綺麗に残っている。アインシュート、アインシェルからゲージは温存。大ミニッツネームレスにゲージが欲しいところが最もな理由。最もですね。ヒートドライブもなかなか美味しいんですが難しい。時間がどうなったのでここからどう出るか。さあダッシュし投げを外す。さあ今日は横年こすりのプロ毎年やっぱおっと厳しく落とす。今日よりといえばやっぱり横年ですね。密着際の攻防の、はい、今年も受け継がれています。発生3フレの禁止。今年は割と認識が無印より良くなったので出しやすいですね。これゲージを残せだ。これ草薙今日相当きついんじゃないですか。これそこそこいけるんです。お要点やるところあるんでポイントがあって。あー確定させました。ちょっと今日のは前に出るんで確定させられやすいですね。ガーキャンがこれ無傷でいったらだいぶ大きいですね。ネームレスはと正面めくり、おっと焦ってしまいミスる。いやーこれはちょっとジョンフンとしてはかなり最悪な形になってしまいました。焦ったが練習不足でした。状況がまずい。ネームレスはほぼ最強状態。あ終わった中段ジャンプ4段から強弱強。あ終わらない。2段そしてゲージがからの、いやいやいや打線貴様を打ち砕く。ぶち殺す。じゃあ、はい、さあ刺さってしまった。仕方ないか。ゲージがなくて防ぐ手段もあまりなかった。孫子さんありがとうございました。孫子さんの名前なんだっけ。名前はスーパードライより一番絞り派朝日ですか。マジでそうなんだ。黒エビスとかどう。ダメ。さあスーパードライ、エビス好き。スタートしてあげてください。あ金より黒のが好き。はい、へえ。さあこだわりがある。こだわり派か。こだわり派だいぶ酒に凝ってるようで。さあ助っ人枠のスーパードライは一番絞り派。スーパードライよりは一番絞り派。一番絞りでいいでしょう。一番絞り対するは、まあ、優先してるのがそっちだね。広島の近くアキベス。アキベス。さあキャラクター構成は一緒、順番も一緒。さあこれミラー対戦、なんというミラー対戦。ミラーですね。さあどうなる。つまんない対戦始まりました。今週もコツコツやりましょう。コツコツ。キャフさんこれなんかポイントあるんですか。俺全然わかんないんですけど。これ普通に
打撃の押し合いと対空精度やらだと思います。そうなんだ、俺さ無印の時にさ、はい、クーラー吹かせたじゃないですか。そうですね、最初の最初無印がいて本当に最初何年経ってるんだって話。あ、レスピン追加を避ける、読み合いに持ち込み勝つ。さあダメージ重視、お互いゲージは溜まりやすいのでどうに使うか。斜め C が1段当たる。斜め C はここからもう半角できるポイントなのが危ないところか。スーパードライさんの攻め方がちょっと変わってますね。そうですね、前後に歩いて、さあだんだん距離を進めてるが、もう体力じゃねえ、時間がねえ。さあ MB スラをミスり、半角の使っちゃうんだ、スパキャンの表層方針が入る。許せない。肉体精神魂のすべて打つ、許せない。すべて打った。もうじゃあでも目標を上げるか。もうじゃあでもね。さあ2番の K ラッシュ、体力をきれいに残せた。厳しいぞこれは。暴れつぶしのブレス大きい、いやらしい。あの距離から暴れつぶしができ、そのままコンボになるというのが端のクーラーの強い嫌なところ。あ、打ちだった。なかなか空中戦もと消費を見せる。ちょっとこれは安いんじゃないのか。禁止2段アインシェル、ぶっ飛ばれ締める。ゲージは使わない。壊し必要にかぶせと壊し。さあ今の勝利ミスから流れがだいぶ変わりましたか。スーパードライ派に、あ、一番絞りか、一番絞りさんの方に流れましたね、だいぶ。ここさあ分かんなくなってきましたよ、これなんとか持ちこたえられるか。ほぼ五分の状態か。ゲージはちょっと、いやだいぶ傾いてるが、飛び越し、弱弱アインシュート、ジャンプ CD。 さあ端の方はちょっとでも入ると高ダメージ。さあ前転で一応入れ替え、ダイバイスで段階不能を奪うからのジャンプ C、 通常投げ落ち着いている、通常投げ。さあまだ動かない、手堅く進む。ゲージも一緒になり体力もそこまでの差はない。若干対強いの位置、アインの差がよく見れます。ダウンするとしない。あー、しゃがんでしまった。ジャンプ D が思い切り入る。確かにもうまだ多分壊しの硬直だったんでしょうね、勝利が出せなかったようです。さあ大将先に出し、状態は万全。K ラッシュがここで疲れさせれば相当いけている状態だが、さあこの一番絞りさんのネームレスは上級者なんで、さあちょっとやってくれるとは思うんですけど、ここは怖いか。しかし相手のアキベスさんも上級者、確かにさっき見た感じ しっかり上級者です。上級者対上級者、何が起きてもおかしくないですよ。もう4ゲージレベルが高い対戦、これだって残り2割になっても多分まだ対処戦分かりませんよね。全然分かりません。ここは使わないで貸したいところが、そうなるとやはり、あっと危ない、前にノーマルジャンプ C。 さあ嫌なノーマルジャンプ C をかぶせてくる。すかしジャンプ、ジャパンか、焦ってる対戦。かっこいい、しゃがみえから、かっこいい、なんか打ち抜け、超ヒエ絶対前だけど、今のでゲージがなくなったんだけど、これどうすんの。2本になってしまった6、4ぐらいの対戦ができそうだったが、これでは8、2ぐらい、厳しい、確かに厳しい。これかっこいいことしちゃったからなんということにどうしてこうなった、どうしてこうなった、下を通ってしまい、斜めから下を通ってしまい、そのまま入ってしまったんでしょう、波動に発動を見せてしまった、まずい。だからこの残りを生かせればちょっとわからない。昇竜の位置から何もできない、今のは厳しい、あれは痛い。さあノーゲージだと螺旋すらかわせない。いやこれ終わりじゃん、いや螺旋無理じゃん、ほら螺旋は近くでかわせます、これ無理じゃん、ほらあーガードしてしまった、やっぱ無理じゃん、ほら無理じゃありません、最後見てから昇竜で返せます。いや勝利で返せます、確かに理論的にはいけるんだけど、あの距離は確かにいけるけどさ、勝利で いけます、うん、ギリギリいけるよ。さあだから螺旋をガードしてもらえてしまった、俺が出るのか、それとも新内のジョゾさんが出るのか。ジョゾさんは今キュアチに夢中、しかしジョゾさんはキュアチ夢中、また夢中、今週も今週夢中、俺が出るの、出るしかないか出ましょう。そろそろ出番が回ってくる、アップしといて、もうアップしてると。さあここで 2P ガースあるのはプディ、解禁賞なのはプディぐらいか、プディとプロ。とプディいつものキャラで、向こうも変わらず。ラウンドワン、ファイ
今週は練習キャラのクーラーを入れなかったがプリ K ダッシュにしました。さあそれがどうなる。1番のクーラー対ひなこ、お互いに使ってる方が不利という組み合わせ。まあ5部でいいんじゃないですか。5部でしょうかね。さあ寄り切る、前転を逃してしまう。禁止にしたのはミスだったか。さあ5部の対戦、遠距離攻撃、お互いに遠距離攻撃を持っている。前転から下へ、怖い。下へは早すぎてクーラー側はちょっと躊躇すると食らってしまう。見触れというのは汚いですね。非常に駒投げの次に早い。さあドスコイが入り追撃、もうアキベスも硬い。あの状態をよく勝利で落とした。体力は5部、ジャンプ D の競り合いが強い。2段なので早出しがいい。あと斜めが単発で入り、ちょっと美味しいですね今の。さあ勝負を、なんでなんでなんで、なんか勝手に反撃をできる状態を作っているが焦って反撃ができない。さあフリーがうまく試合がガーキャン読みですか今のは。漏れました。さあ謝罪のコメント。そうですよね、ガーキャン読みだったらわざわざ遅らせ斜めとかしなくてもいいもんな。うまく囲んだのをうまく生かしたい。弱々強アイン弱者だなので繋がらず、だから反撃はなし。さあダメージをなかなか取れている。アキベスうまいことやりたい。ノーマルジャンプ C をかぶせる。ドスコイガード、おーノーマルジャンプ C、 小ジャンプ C。 あ冷たい。ああドスコイ下段無敵、潰されてしまった。見えてますね、アインシュート。あーダメージを与えられない。プリ歩きし投げ、手前に着地したところ投げられる、うん、アキベスが非常に手堅い試合。まあ性格からしてあそこで立ち B を出すような人じゃないんで、ひなこがそこはオズ投手との違ったところでしょうか。そういうことですね、言いたいのは。盛り上がる系か静かにやるか。さあ同キャラ、1番でも2番でもよく見る同キャラ、これ大事ですからね。最近は2番で置いてる人の方が多いのかな。なんかクーラーが流行って。さあ弱アイン強シャラくぐって壊しからガーキャンです。やっぱクーラーはやっぱスパキャンを使うんだけど、K ダッシュはなんか使ってもヒートドライブとかガーキャンだからレムレスにゲージつなげやすいんじゃないですか。1ですね、確かに、うん、主に使うゲージはクーラーはやっぱり立ち振りバイススパキャンがあるんで2ですね、はい、そうですね。しかも K ダッシュ減るしね、コンボとかなんとか。アキベスが頑張っている。シェルが当たる。ジャンプ D がアイン追加になったところで、でかくなったところに巻き込まれてしまい、アイチですね。じゃあアインの外からジャンプ D を見るとすごいやり込んでるなって思うわ。コンボに行けなかった。さあゲージ2後半なんとかいけるか。弱小竜がバックステップに入る。画面端ノーマルジャンプ C、 ノーマルジャンプ C、 小ジャンプ C。 さあ暴れていたが壊し壊し強アインシュート。フリー側もゲージは溜まってきているが処理してますね、完全に与えられていない、厳しい。なんか さっきもなんかナロー見てからしゃがみガードしようとしたんだけどできないんだよな。ナローはやっぱり普段歩いて動かないといけない上早いんで難しい、ね、あーいった。前 B を立って当たってしまった。壊しからガードしたら暴れてしまったが、ノーマルジャンプ C でかぶせる。うお大シャラミスったミスったかもしれませんね今の。さあ冷たい、あまり相手の行動に徹底してノーマルジャンプとかぶせとアインしかしませんね、うん、やっぱこの崩すためにはこれを使わざるを得ないか。そしてはい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 ミスる、はいはい、さあしっかり貯めてください。おいと今ガーキャンしてたら死んでたんじゃないんですかね。ジャンプシーンを全部我慢して足払いを食らってしまった9-1 ぐらいの状況かもしれないが、すごいな。まだ次が、さあゲージを、ああなんかもう完全にお茶を濁してますなんか闇に散ってしまいました。とでは投信は寝てるんで、まあいいんじゃないの、もうどうでも。さあ投信の出番か